おはようございます。聖蹟桜ヶ店の長尾です。おはようございます。ナビゲーターの道場です、はい、本日の調子ははい、スノーワートのハイテン 98R です。はい、ではやっていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一押し、では長尾さん、はい、お聞きしていきますが、もう一度商品名いただいてもよろしいでしょうか。はい、スノーアート、ハイテン 98R です。ハイテン 98R ということですので、はい、ちょっとスペックをお聞きしたいんですが、はい、面のサイズが98、そうですね、面のサイズは98で、はい、重さは 310g です。 310g、はい、で厚みは 21mm、21mm、 コテコテのボックス形状でございます。ボックスなんですね。はい、はい、今回これを一押しに選ばれたのは、はい、なぜでしょうか。柔らかさですね。シャフトのしなり感、これが私の好みに合いました。長尾さんは柔らかいラケットが好きというところ で、ね、はい、かなり柔らかい RA が59と聞いてますけども、ね、はい、他のメーカーさんのラケットを入れてもかなり柔らかい方ですね。柔らかい方だと思います。はい、長尾さんもうお家にはなられた。はい、打ちました。かなり気持ちいい感じ、はい、そうですね。例えばその私の、まあ、例えばその昔ながらテストやってて、はい、重いラケットを大きなスイングでゆっくり打ってた方にとっては最近のラケットは軽いものが多いと思うんですよ。それを今こちらのラケットでしたら同じようなスイングでしてしっかりボールを飛ばしてくれる、そういうふうに感じました。なるほど、はい、ただこれだけ柔らかいと、はい、飛びがちょっと心配だなと思うんですが、はい、その辺はいかがでしょうか。はい、そうですね、ただしっかりボールに乗っけられるのでコントロールはしやすいと思います。なるほど、はい、ブレなどはいかがでしょうか。意外とブレないんですよね。はい、それがやっぱおすすめのポイントです。やはり、はい、まあ、現代版のボックスの柔らかいラケットですね。はい、どういったユーザーにおすすめでしょうか。はい、やはり例えばスノワートといえばビタス・ゲルライテス選手ですとかペルンフォルスという懐かしい選手の名前を知っている年代の方々、はい、私のような方がですかね、はい、そういう方 の今風の打ち方よりかは昔ながらの大きなスイングでゆったり打つという方には特におすすめしたいラケットです。じゃあもう乗せて運ぶ、はい、そうですね、プレイヤーの方にはぜひというところですかね。はい、はいはい、でこのラケットに、はい、長尾さんがセッティングをおすすめとしたならば何をおすすめになられますか。より食いつきと反発を生かしてくれるナチュラルガット、いかがでしょうか。ナチュラルを持ってきますか。はい、これだけ柔らかいラケットにナチュラルということで、はいはい、本当にその乗せて運ぶというところというところですね。はい、わかりました。じゃあ今日を、はい、一押しいただいたのはもう一度商品名お願いします。はい、スノーワート社の、ハイテン 98R です。はい、はい、ぜひ皆様の成績桜ヶ丘店に足を運んでいただいて、はい、この柔らかさ、試作コーナーで体感ください。ね、はい、長尾さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。